二人でお出かけなんてドキドキしちゃうわ。ラララー楽しみすぎて思わず歌っちゃうわ。お忍びなんだしバレないようにしなきゃ。すっかり遅くなっちゃった。もっと早く帰ってこいってお花さんに怒られちゃうわね。今日は本当に楽しかったわ。車掌さんのこと独り占めできちゃったもの。私には幸運の女神様がついているわ。あら、でも幸運の女神様がついていたとしたら、私と車掌さん二人きりのお出かけじゃなくて女神様も入れた三人のお出かけになってしまうのかしら。難しいわ。この謎は次に取っておきましょう。ねえ車掌さん、まだ時間はあるかしら。もう少し一緒にいたいわ。本当に今日のデートは楽しかったわ。このまま今日という一日が終わってしまうのがもったいないくらい。ずっと気になっていたフレイマリンのカフェにも行けたし、亀と遊べる公園にも行けたもの。それにこうして車掌さんと手をつなぐこともできたわ。車掌さんはどう？楽しめたかしら。車掌さんと一緒にいると気分が高揚して歌いたくなってしまうの。ええ、車掌さんと行きたい場所を考えておくわ。もう次が待ち遠しい。車掌さん、こっちこっち。私の格好、変だったかしら。あまり私服を着る機会はないけれど、一応、おしゃれには気を使ってるつもりなんだけども。まあ、そうだったのね。よかった。変な格好だったら、車掌さんに恥ずかしい思いさせちゃうって。ドキドキしたの。服を褒めてくれてありがとう。さあ行きましょう車掌さん。ええ、自分で言うのもなんだけど、一応公演のたびにたくさんのファンレターをいただくわ。でもきっと大丈夫よ。私今日のためにアイドルの二股さんにお忍びデートについていろいろと教わってきたから。二股さんが言うには、お忍びデートの極意は堂々とすることだそうよ。挙動不審なんてもってのほか、いつもと変わらない雰囲気でいなさいって。そして変装もやりすぎはダメだって。サングラスやマスクをするのもいいけれど、やりすぎるとかえって怪しまれちゃうんですって。そうみたい。だからこれでいいの。そうだわ、最後に大切なことを教えてもらったわ。ズバリ、自然体の自分で行け、だそうよ。あれ？でも私の自然体ってなんだろう。そのつもりだけど、よくよく考えたらこれが素の自分なのかわからなくなってきちゃったわ。トレインナイトでも役者でもない時の自分が自然体だとするなら、仕事の合間の時間とか寝る前の時間とかの自分のことね。いつも寝る前に行っていること。それなら間違いなくこれだわ。
ラララ今宵はあなたと愛の戦い。ああ、私のことは遊びだったの？そうやって私を亡き者にしようとしているのね。車掌さん、私今とてもいいところだったのだけど。寝る前に考えているのは大体いつも舞台のことだけど、これは違うのよね。じゃあ私の自然体って一体何なのかしら。車掌さん、こうなったら今日は自然体の自分探しをしたいわ。だからちょっと私についてきて。ここなら私が自然体かどうか分かりやすいと思うの。普段の私なら迷わず舞台の参考になる本を探しに行くわ。でもオフである今日の私はきっと違うはず。これから私なるべく何も考えずに見て回って気になったところで止まってみるわ。それが役者としてのお仕事に関係ない本なら私の自然体はそれだってことになるでしょ。それじゃあやってみるわ。自然体の自分、自然体の自分。あ、アイゼングラートの過激コーナーができてるじゃない。私前から読んでみたかったのよね。どうしたの車掌さん、私何かおかしかった？あ、私ったらつい役者としてのお仕事につながる本を。これは違うの。なかなか取り扱いのなかったアイゼングラートの過激本が入荷されていたからつい手に取ってしまっただけなの。ああ、せっかく見つけたのに。って、いけないわ。今日は仕事のことを考えない自然体の自分を探すんだったわ。車掌さん、もう一度チャンスをちょうだい。今度はきっと大丈夫だから。じゃあ始めるわね。こっちはお料理のコーナー、こっちは旅行のコーナー。あら、これはすごいわ。私一度しっかりと見てみたかったの。変かしら。このくらい興味を持つのは普通だと思うのだけど。隣の本？違うの。私はただラフ画のポーズや妖艶さに芸術的な興味があっただけで。決してそういうのを求めているわけじゃないの。違うんですよ、本当に違いますから。私のバカ。車掌さんは信じてくれるわよね。わ、悪くないんだ。じゃなかった、興味ないわ。私の自然体はあくまでラフ画のポーズや妖艶さといった芸術性に惹かれる自分よ。そうね、きっと美術館に行くのが一番だわ。でも本当にそうなのかしら。これ何か違うような。そうか、そういうことなのかも。ねえ車掌さん、私美術館じゃなくて別の場所に行きたいのだけど。
それじゃあ夜までどこかで時間を潰しましょう。危うく警備の人に見つかるところだったわね、車掌さん。付き合ってもらってごめんなさい、車掌さん。でも私、どうしても夜の校舎に来てみたかったの。あのね、今度の舞台で私、教師の女性を演じるのだけど、夜の校舎を見回るシーンがあるの。どうしても夜の校舎に来たかった理由はそれよ。実はね、それはもう見つけたの。車掌さん、私今日一日ずっと自然体の自分が見つからなかったじゃない。正直とっても焦ったわ。私はいつだって何かの役を演じていて、オフの自分すら欺いているのかと思ったもの。でもそうじゃなかったの。自然体の自分の答えは最初に出ていたの。ええ、そうよ。私気づいたの。稽古中でも執筆中でもオフの時だって、舞台のことを考えているのが素の自然体の自分だって。あ、もちろんトレインナイトの時は違うわよ。その切り替えはプロとしてきっちりできているから心配しないでね。そうよ、決して無理してるわけじゃないの。気がつけば舞台のことを考えている、それが私なの。ただここに来たかった理由はもう一つ確認したいことがあったからなのだけど。あの、今舞台のことを考えている時が一番自然体だって言ったけれど、実は車掌さんが隣にいる時が一番自然体なのかなって思って。もちろん舞台のことばかり考えてしまうことは変わりないけれど、車掌さんが隣にいてくれた今日はいつもよりリラックスできたし、いつもより自由な自分を感じたの。だからいけないことだって分かっている夜の校舎に忍び込みたいなんてことを口にしてみたの。警備の人には悪いと思っているの。でも車掌さんと一緒ならもう少しここにいたいって思う自分がいる。いつもより自由な自分を感じるのよ。こんなこと私初めて。きっとこれが本当の自然体の自分なんだと思うわ。私こんな舞台のことばかり考えちゃう女だけど、もっと車掌さんの隣にもいられたらって思っちゃう。欲張りでごめんなさい。でもそれが私の素直な気持ちなの。車掌さん、車掌さん隠れて。ああ残念。でもまあいいわ、このドキドキが味わえただけでもよし。それじゃあ車掌さん、逃げましょう。こうやって逃げるのってなんだかスパイ作品みたいね。私いつかはそんな作品も演じてみたいわ。ララルー、機密情報はこの手に。まあ大変だわ車掌さん、警備の人に気づかれちゃったみたい。ごめんなさい車掌さん、私あなたといると何でもできそうな気がしちゃって。今度こそ逃げましょう。大丈夫、きっとなんとかなるわ。